皆さんこんにちは。今回はこのステアリングダンパーを分解清掃したいと思います。このステダンはこの車体を購入した時に一緒についてきたものなんですけれど、放置期間が長かったせいかエア漏れしてて、ちょっとそのままではすぐ使えないなっていうものだったので、そのまま使わずにもう何年も放置してました。メーカーの方でもオーバーホールは受け付けているんですが、シャフトの状態が悪いとオーバーホール自体を受け付けてくれないので、まあ、このステダンのシャフトはもうサビがちょっと来てるので、まあ、正直そこまでお金かけて直す価値があるかって言ったら微妙なんで、まあ、エア漏れが直れば使いますけど、ちょっと厳しいようだったらそのままゴミになりますね。まあ、正直サーキットに行くような方には必須のものなんでしょうけれど、街乗りぐらいしかしない私にはあんまり恩恵がないんですよね。ハンドルが重くなって小回りが効かなくなったりするので、まあ、逆にデメリットの方が大きいかもしれませんね。まあ、それじゃ直す意味ないじゃんってことになるんですが、なんで直してるかというと、ロングツーリング用ですね。今年はちょっと行けなかったんですけど、まあ毎年北海道行ってるんで、まあ、北海道でまあこの250にリアに荷物満載で走っていると、峠とか走るともうシーム現象が発生してハンドルがバッタバタ割れるんで、荷物満載でロングツーリングする時のために直すことにしました。まあ今はスーパースポーツと言われる車種にはだいたい電子制御のステダンがついてるので、まあ CBR の線の WR だと HESD とか、まあ私の古いセンダボにもついてますんで、確かにセンダボで北海道行った時はハンドルが暴れるってことはどんな走り方してもなかったですね。ステダンの分解をどんどん進めてるんですが、まあ一番の問題はオイルシールがまだ使えるかどうかなんですよね。まあそれでこのステダンに使われてるオイルシールっていうのが規格品じゃないみたいで、いろいろ探したんですけど同じサイズのものはなかったですね。ステダンにもともとついていたオイルシールは内径が10で外径が20で幅が8のものだったんですが、まあ、それに近い代用となるものがないかってちょっと探してみたら、まあ、幅が1ミリ短い7のものがあったんで、それを購入してみることにしました。それで注文したものが届いたんで、まあ着くか見てみたんですけど、まあ毎回よく調べないのでまた失敗してしまったんですけど、オイルシールにもいろいろあって、このついてたオイルシールはダブルリップのものだったんですが、まあ私が注文したのはシングルリップのもので、まあ当然つけても多分漏れると思ったんで再度調べ直してダブルリップのものを注文しました。まあ自分で直したりするのにまあいろいろな部品買うんですけど、合うと思って買うと大概合わなくてまたやっちまったっていうのが、まあ、いつものパターンですね。動画では全バラしてますけど、オイル交換とオイルシールを交換するくらいであれば全バラの必要は全くないですね。ただ単に興味本位でバラしてるだけです。ピロボールとかもモノタロウで注文できるので、まあ、今回一緒に注文しようかなと思ったんですけど、まあ、見た感じまだ使えたのでそのまま使うことにしました。それと取り付けパーツの一部が錆びてるんで、まあ、シャフトと合わせて錆取りをして、その後 DIY でメッキをしてみることにしました。まあ正直効果はそれほどあるとは思えないんですけど、まあ、錆の進行が止まればいいかな程度ですね。 DIY のメッキは、まあ、以前に NSR と TZR のレッサーをした時にまだ使えそうなボルトやパーツ類を復活させるのにやりましたけど、ボルトでも安いからって注文してると結構な金額になってくるんで、再利用したくない部分とかのボルト以外は割とこの DIY のメッキで済ませたりしてましたね。ついでにサビが浮いてて交換したカウル用のボルトがあったので、これにもメッキをしてみました。まあ、仕上がりはこんな感じですね。メッキした後にコンパウンドで磨けばそこそこ光ります。
モノタロウで購入したダブルリップのオイルシールが届いたので、早速組み立てていきたいと思います。先ほども言いましたが、オイル交換とオイルシールの交換くらいでは全バラの必要はないので、これは興味本位でバラしただけなので早送りで飛ばします。まあというか、バラさない方がいいですね。めんどくさいです。ステランをバラすこと自体はスナップリングプライヤーがあれば、まあ、難しいことではないので、まあ、バラしてみて分かったことは、まあ、自分のステランのオイルの硬さが気に食わない場合は割と簡単に交換できんだなってことですね。まあ、実際この後2回ぐらい気に食わなくてオイルの粘度を変更しました。最初に入れてみたオイルは以前に NSR のフロントフォークのオーバーホールした時に余ったものがあったんで、まあ、粘度が15のものだったんですけど、まあ、入れてみたらめっちゃくちゃ硬くてもうすぐ立ちこけするレベルのものだったんで、というかダイヤル調整しても意味がないレベルの硬さになってしまったんで、まあ、これじゃちょっと使えないので、それでまあ仕方ないので次は粘度が5のフロントフォークオイルを購入しました。まあ、その後何回かブレンドして、まあ、自分のちょうどいい硬さに合わせたんですけど、まあ、ここら辺が自分でバラすとちょっとめんどくさいとこですね。動画では最後にオイルを入れる段階までステランを組み上げたんですけれど、この後の作業はフロントフォークを分解したことがある人ならわかると思いますけど、何回かストロークさせて気泡が出なくなるまで数時間放置ですね。ちゃんと気泡が抜けきるまで我慢しなくちゃいけないんですけど、まあいいだろうと思って組み立てたら案の定気泡が残ってたみたいで、またやかみしてチューチューなっちゃいまして、やり直しを一回しました。この NHK のステランは最後オイルシールを入れた時に余分なオイルが出る排出口が空いてますので、最後勢いよくオイルシールを入れてしまうとオイルが飛び出てしまうので、まあ多少飛び散ってもいいようにウエスか何かを当てておいた方がいいですね。まあそれで最後このオイルシールの幅が合わなかった問題なんですけど、まあそれは適当なワッシャーを入れて長さを調整しました。そして最後にサークリップをはめて一応元通りの形に完成しました。まあ、ちゃんと直すんであればシャフトを再メッキに出してその後メーカーのオーバーホールに出せばいいんでしょうけど、多分費用的に見てそれだと新品買った方が安くなるんで、まあとりあえずあんまりお金をかけずに、まあ使えるようにするっていう感じで今回やってみました。組み立てた後ストロークさせてみましたが、オイル漏れもエア漏れも発生してないので現時点では大丈夫かなって感じですね。まあ、これから使ってみて、まあ、不都合が発生しないかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえず使えるようにはなった感じです。最後にピロボールをピン止めして終了です。何気にこのピンを外すのが結構面倒くさくて、なかなか合うサイズのものがなくて最後ドリルの刃で確か抜きましたね。まあ、正直こんなステランのメンテの動画を作っても需要はほとんどないと思うんですけど、まあ一応作ってみました。次は取り付けの動画を作ってみたいと思います。